職場に向かう電車に乗ってるよ。おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。可愛すぎるやろ。ありがとう。何時に起きた？5時です。ひこぼしっぽいギフトかな、そんなやつ。おはよう、おはようございます。あ、のんちゃん、なんだこれは、おみくじおみくじ、ありがとう。あ、期待して1時間前から待機してました。なんで勝手に期待しないでくださいあ、さとまささん、ピンクのペンライトありがとうございます。そう、ご陽気です。今日は何をもぐもぐするんかな。今日はですね、あ、さとまささん、ペンライトありがとうございます。今日はですね、何をもぐもぐすると言いますと、あの、朝から重たいと言われるかもしれないんですけど、ケーキです朝から重い、ケーキです、チーズケーキ。あ、キングキャメロンさん、ハートありがとうございます。今日早番だから起きてた、よかった。ヤッホー、はヤッホー、ルカちゃん。あ、つばさくんもハートありがとうございます。タネブチャーさんも可愛い、ありがとうございます。あ、つばさくもハートまたありがとう。僕は二時起き、早っ。それ短冊か、なるほど。待って、どっか行った、あった。朝やからすっぴんでもいいのに。すっぴんは、ね、私はさ、あの、皆さんにさらけ出せるほどのすっぴんじゃないんです配信久しぶりですね。そうです、5時間半前から待機してました。うわぁ、5時間、1時から夜更かしですか。朝からケーキとはなかなかやれねえ朝からケーキいいね。朝ケーキいいやん、アイドルらしくてオッケー。ケーキアイドルやでしょ、アイドル、アイドルあ、それじゃあさん、音波ありがとうございます。そう、朝から重め、そうそう。おはよう、チーズケーキいいね。そう、チーズケーキです。りょうちゃん、おはよう、おはようございます。昨日たこ焼きやったし大丈夫っしょ。え、そうやったん。ケーキいいね、なんちゃって。うまい。まあケーキなら重たくないっしょ。あ、れいくん、会いたいって、ありがとうございますね。会いたいね。まあ朝からピザで、重っ重たい女やね。そう、重たい女、そう、そういうことあ、友達に結婚してありがとう。大丈夫ですよね。おはよう、朝から運転してるよ、お疲れ様。じゃあ短冊に何を書くのかな、何を書くでしょうか。ん、ともちんハートありがとう。いっぱい遊びに来たよ、ありがとう。待って、今チーズケーキ食べてるのに、まあ、恐ろいすぎる、さすがに。一心伝心やん。あ、ちさちゃんも会いたいって、ありがとう。奇遇ですね、私も朝ごはんに黒おじさんやった。あ、お揃いだ。おはよう、おはようございます。カツ丼とか豚骨ラーメンとか行くとかと思ったさすがにね。ケーキ、クリーム、鼻につけるまでがワンセット。いや、しないですよ、そのハロー、アイムフロムインドネシアン。おー、ハロー、ナイストミーチュー、アイムフロムジャパンスティッチさん、スティッチさんかな。短冊ありがとうございます。あ、トミーくんも会いたいって、ありがとう。20分に起きました。おお、ギリ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 。鼻にクリーム期待したい。期待しないでください。仕事行ってくるね、行ってらっしゃい、頑張って。あ、田中さん、ハートありがとうございます。仕事向かうからコメントできないけど、配信見てるね、ありがとう。朝から可愛い、おはよう、ありがとう。もぐもぐタイム行こうですよね。ちょっとコメント読めなくなるんですけど、許してください。はい、今日は案はありません。勝手に期待しないでください。案があるなんてことは案があるなんてことは勝手に期待そんな、なんか勝手に期待してなんかやめてくださいあの、本当にやめてくださいダメやって、ほんまに。はい、しないです、しないです。拡散されるのが嫌なんで
え、うまっ。私ここのケーキ屋さんが大好きなんですけど、牧野っていうケーキ、やべやべそう、牧野っていうケーキ屋さんのケーキ屋さんが大好きなんです。え、てんちゃん、うん、ねえ、おは、てんな、おはよう。そう、牧野っていうね、 I love Jakarta 48 and I name you。 わー、ミラボールありがとうございます、おいしいありがとうございますすごいな、これ配信してる側からやったらいつもこうやって見えてるんやって知らんかったから新鮮。 I love Jakarta 48 and I name you 48。 おー、 I am NMB48 ってちょっとおかしいけど、 Nice to meet you レイ君もミラボールありがとう。今来ました、ケーキ、そうチーズケーキです。昨日ショックなことがあったので励ましてください、元気出して。あ、しゅんた君も会いたい、ありがとう。あ、レインボースターもありがとう、しゅんた君。てんな起きてんな、てんな起きてんな、やばい。そう、それでそのケーキ屋さんが大好きで、でもこれ初めて食べるんですよ。そしたらうまいの、なんのってアイアムはメンバーオブエデルビーフォーティーズとかじゃないやばい、英語できる人おった、勉強になります英語苦手なんですよね、なんか日本人やからいいやみたいな考えしちゃう人なんですよ私。飲み物はカフェラテです。私はいつも甘いもの食べるときはカフェラテと一緒に食べますありがとうございます。ちょっとだけ元気出た、よかった、元気出してね店内は絶対見たくないよ。おいくらいんですか、おいくらいんやったやろ、でもそんな、そんなえみたいな値段ではないです多分花ぼてさんもありがとう。わい、数学と理科の教員免許持ってるか教えることはできる。え、めっちゃ理系じゃないですか、私文系なんですよね数学は大の苦手です、はい、大嫌い数学コーヒー飲めるん、飲めますよ。ねえ、を聞いて、昨日ケーキ公園キャンマチと今日の犬公園のキャンマチ同じ番号、それもめっちゃいいやつ。よかった、すごい運が来てますね。ね、ともちんも会いたいって、ありがとう。コーヒー牛乳ではないんですよね。あ、ビーベベさん、レインボースターありがとうございます。私も昨日気になってる子に緊張して声をかけれませんでした。気になってる子がいるんですか、誰だ誰だとか言って、知らんけど、言われても分からんけど聞いちゃう、誰だ。トミーくん結婚してって、いいよてんちゃん見たいって、コメちょうだい、ダメだよ。今起きました、おはようおはよう。ナナさん、ハートの3つの歌ありがとう。ドミックも単独ありがとう。しゅんたくも結婚してきた、いいよ中婚勢です、私は。うん、俺体育なら教えれるよ。体育、体育はね、何ができるやろ体育、あんま覚えてないな。なんか今
体育は1個しかしてないから、うん、トイ箱は得意です。大乗前転がめっちゃ苦手。知ってますか皆さん、大乗前転、トイ箱の上で前転するやつ。あ、今教員免許持ってるから教えてあげたい。大丈夫です皆さん、私に勉強教えないでください。私は勉強大嫌いなんです。レオ気になってる。お、本当か本当か。ともちん短冊ありがとう。あ、とみくんハートありがとう。あみたのセダミタ見ましたよ。ゆうみさんからのね手紙はね、なんとなく予想してました。そう、塾にいる他校の子です。あら、あらあらあら恋バナですわ恋バナ、恋バナ。やばい、もう半分食べてお腹いっぱい。ケーキって重いですよね。開脚跳びより大乗前転の方が楽ですね。うん、私大乗前転が苦手すぎて、あの大乗で前転なかなかできなくて、だから先生がその第一段上のあの布のとこだけ置いて、そこの上にマットかぶせてやってみなさいって言われて、やってたら、そうなんかすごく綺麗に頭がずれて両膝ガーンって打って、もうでっかいこんぐらいの朝がバーンって両膝にできてから苦手になりました。レオンってキューキーで一番の色気あるよね。嘘やん、キューキーの色気担当は西田ほのかですよ。ビビビさんファイトありがとうございます。お父さんの編み込み初耳ね、正直なとこ好き。そう、勉強嫌いです。トイ箱の上で前転するやつやね。そうですそうです。あ、レイくん、なんやトナカイみたいなやつありがとうあ、アミコおはよう。おはようアミコ、昨日お疲れ。自分の生誕祭の時は誰の手紙欲しい？誰の手紙？書いてくれるのがめっちゃ嬉しいんですけど、その時にもよるんですけど、今やったらそやな、誰やろう、西山かレイポンか愛香さんに書いてほしい。愛香さんに書かれたら絶対泣く。レオちゃんって織姫に会いたいです。愛香さん髪染めてたね。レオちゃん染めるのは魅力的。私は染めるなら青系に染めたいんですよね。そうで、愛香さん髪染めてたのね。そう、ちょっとね、皆さんより早く知ってたんですけど、そう、間違えてモバメに書こうとしちゃって、まだ発表してない時にね。そうだから、あ、やばいと思って、危なかった。めっちゃ可愛かった、ほんまに愛香さん大好き。てか服装熱くね。え、違うね、これはあの中にそういう制服を着てるから、それを隠してます。あ、ミオンさん会いたいって、ありがとう。レオもいつかピンク髪しないです。はあ、お腹いっぱい。あ、ビビビさんくもありがとう。レオちゃんがうちうちかわいいよ、ありがとう。次の子はね、覚えてます。私チカポヨからお手紙めっちゃおもろい。織姫、僕彦星。あ、ほんまや、誰を織姫にしたんですか。美空、レイポン、ユキノ、さあ誰だ。レオちゃんが球技得意なの意外だった。得意ですよ、得意っていうか適度にできるはず。そう、ちょっとピンク入ってて超可愛かった。あ、ともちん結婚してありがとう。
ビビベさんもラブラブ、ビビベさんもラブレターありがとう。次の子ちゃんと覚えて、そうさがさすがにね、ちょっと見に行ったよね、この前 LINE 見にわざわざね、あのメッセージやつ見に。ハンドボールは苦手です、ハンドボール投げは苦手です、一桁台です。はぁって一桁台、学校の友達からの手紙かも、それは気まずい、ちょっとさすがに気まずい、え、もうお腹いっぱい。そう、もう朝ごはん食べたんですよね、私カミングアウトしちゃう。あわミラボールありがとうございます。カミングアウトしちゃうと私もうご飯食べたんですよね。女の子らしくて、いや、よくない、それは投げたんですよ。あーしょうまくんも結婚してやっていいよ。休憩系全般苦手なイメージ、え、あのね、苦手じゃないんですよ。苦手かもしれへん。え、何？野球？ティーボールは苦手ですけど、バレーボールとかは得意です。あ、レイくんもトナカイみたいなやつありがとう。ショウモくん、花束ありがとう。キュウキュウのとこ紹介の編集さん、みんな上手すぎない？そう、みんなあれ自分でしてますからね。BGM も効果音も。たのぶちゃさん結婚してってありがとう。ドッジボールは？ドッジボールは逃げる専門です。はい、よいしょ。なんかもうだからボールがね回ってこないんですよね、逃げる専門すぎて。お恥ずかしい。お恥ずかしいことにそもそも回ってこないんですよ。あいっちゃんハートありがとう。そう、みんな編集能力高いよね、素晴らしいよ。高校生ってキャッチボールする機会あるん？なんかホームルームとかにでなんかすることがなくて時間があったらしたりします、体育館行って。最近どんどんりおちゃんが好きになっちゃうんだけど、どうしたらいい？そのまんまでいてください。あ、なんちゃんミラーボールありがとう。すごいよなこれ、みんなダンスホールみたいになってる。あ、眠たい。タコ紹介、名前ペンライトカラーになってるの意識高い。そうなんですよ、そうなんです、よくぞお気づきで。よくぞお気づきでとか言ってめっちゃ偉そう。最後当てられるタイプ、どっち？当てられちゃうタイプです。あ、しょうまくんも会いたいってありがとう。学校の球技大会でドッジボールの審判しました。おー、審判、あ、そうか、球技大会ね、いいよね。ビベベさんも短冊ありがとうございます。朝食はパン？ご飯？どっちも食べるときと食べないときがあるんですけど、基本はどっちも食べないですね。なんか一時期パンにハマってたりご飯にハマってたりして、そう、あー、ミラボールありがとうございます。たのぶちゃさんミラボールありがとうございます。そうだから何の話してたっけ。あ、そうだからパンはパンかご飯かみたいな。今はどっちも食べてない、ちょっと前はパン食べてました。そうそうそう、でもね朝ごはんって抜かない方がいいらしいですよね。朝は抜いたら脱がない、じゃあ抜いたらダメなんですよ。朝はあの食べた方が日中はむくまないんです、血行が促進されるから。朝ごはん食べたら、まぶくろうさんタコありがとうございます。そ
そう。あ、いっちゃんビーチボールありがとう。しょうまくんもビーチボールありがとう。朝食はパン、ご飯、ラーメン。ラーメンは西馬です。朝とか昼に食べた方がいいらしいよ。何用だあ、ミラボールありがとうございますありがとうございます。ヨーグルト一杯でも飲んだ方がいいっていうから、そうそうそう、マジでなんか飲むだけでもいいから飲んだ方がいい、じゃないとむくみます日中らしいです。この配信見て食べることを決意しました。食べてください。朝は食べない、昼もあんまり食べない、夜食食べるの好き。これはまずいんか。まずいけど、いやでも太ってないから別にいいと思う。うん、気にすんな。もうあ、みほさんミラボールありがとうございます。栄養失調でぐったりしたことあるみたいな人は朝食は必須。わあ、大丈夫か。よしみん毎日がっつりもうがっつりもさく食べてるよ。そうなのそうなのとか言って、りょうちゃんラーメン食べるっけ。朝は食べないです。夜はたまに食べます、昼とかね。俺最近コンビニのパイナップルアイス朝食べる。いいよね、アイス朝食べるのマジで美味しい、この時期。のんちゃん、いたいた、ありがとう。七夕の短冊には何を書くの、何を書こうかなビビビさん、ビーチボールありがとうございます。夜勤の場合はやっぱりね、夜勤はねもうしょうがないんで、うん、喋るの早いね。そう、早いですか。電車で車を運転する機会が多いから食べるのある意味大切だよね。そうそう、食べるの大切。眠気とまだ戦ってる。ああ、一緒だ。あ、それじゃあさん、バラありがとうございます。あ、ティアも会いたいって、ありがとう。ちょっともうお腹いっぱい。このケーキさんは、ケーキさんとか言っちゃった。ケーキさんとか言ったことないですアイスとかケーキ朝から食べるのは罪だよ。でも朝が一番なんていうの、そのなんていうんだ、太りにくいんですよ朝食べたら。だから朝に食べたいものを持ってくるのが理想なんですね。だからピザ食べたい人は夜じゃなくて朝とかしてる人いますよね、たまに。そうそう。のぶくろさん、レインボースターありがとうございます。早い早いですか、コメント読むの。あ、しょうまくんかわいいって、ありがとう。れいくん、これなんや、流れ星か、ありがとう。西山と一緒になごみ行ったよね、行きましたよ。レモンのやつ食べました。レモン、柚子、レモン、美味しかった。地味に朝配信初めてちゃんと来れた。おー、嬉しい、初めてや、嬉しい、ありがとう、来てくれて。コメ読みうまいね。そう、ありがとうございます。チャミさん、だって西山ですよね、チャミさん。西山ね、でも西山最近上手くなりましたよね。6時55分、あー、ありがとうございます朝ごはん食べてる時間ない。そうそうそう、ないよね。サーブ3本すごいね。そう、サーブ入りました。ケーキさんおもろく白くて目覚めたすいません、ケーキさんなんて言ったことないです。すいません、本当になんかもうさんとか言ったことない、本当にごめんなさい。あのぶりっこったわけじゃなくて、あの普通に言ったことないです。なんか寝ぼけてます、はい関西人で食べ物でさん付けよくするけど、ある意味できたでしょ。確かに、はいはい、ごめん、はい。兄のパーカーですか、これは自分のです。はい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 。あ、トミーくんビーチボールありがとう。はい、しゅんたくもレイボーレレレビーチボールありがとう。レオちゃんのおかげです、よかった。リシウマレオちゃん寝坊配信少し期待してたんだけどな。さすがに起きます。ケーキさんってこれから使っていくね。いや、じゃあよろしく、じゃあレオさんでお願いします。
はい、ということで、どうしよう、何をするんやったっけ何をするんやったっけじゃないりょうちゃん、ちゃんと遊びで出るよ、本当に嬉しい、ありがとう、褒められたライブ行くよ、お楽しみ。あ、じゃあちょっとあのランキングを読みます。はい、あ、次のメンバー発表、あ、そう、次のメンバーを発表します。ずーずーちゃん、リオピです。西島リオちゃんです。イエーイイエーイ、西島リオピです。西島リオピですっておかしいけど、はい、マリオです。はい、でランキング読みます。はい、13位のんちゃん、ありがとう。12位ともちん、ありがとう。11位ティユ、ありがとう。10位ティユ、10位のぶくろうさん、ありがとうございます9位たのぶちゃさん、ありがとうございます。8位ちゃん、ありがとう。7位つさちゃん、ありがとう。6位みょんさん、そろそろさんやめる。76位みょんさん何ごろいいねのみょんさん、みょんさんありがとう5位ビビビさん、ありがとうございます。4位れいくん、ありがとう。3位しゅんとくん、ありがとう。2位とみくん、ありがとう。1位しょうまくん、ありがとう。はい、ありがとうございます皆さん。はい、ありがとうございます。はい、あら、レオルイージ似合いそうですか。レオは姫、いや、やっぱり黙れって、すいません。はい、はい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 、あ、スクショタイムですね、了解です。何しようかな、何しようかな、待って、リップ塗っていい？あ、塗ってるわ、あ、違う、こっち、違う方のリップ塗っていいですか。西島さん5時から、西島さんね、多分今日は5時から行けたんですけど、ちょっとわからないのでツイート見てください。はい、覚醒、バイバイピーナッツポーズ、なんじゃそれバイバイピーナッツ、これかな合ってるかはい、リップはこのティントの方がラッカのフルーティーグラムティントってやつで、カラーは115です。で、その上にディオールリップマキシマイザーの006番、この色を重ねてます。はい、流れももんな、わがままな流れ星、わがままな流れ星、もったいぶってる間にここだはい、ありがとうございます皆さん、来てくださって、はい、 おやすみなさいじゃないはい、ありがとうございます、朝早かったのに、はい、お疲れ様です、皆さん一日頑張っていきましょうはい、頑張っていきましょう一日、はい、学校頑張ります、はいはい、ありがとうございました皆さん、おやすみなさい寝る人はありがとうございました、朝から来てくださって、
はい、バイバイ。